はいどうもこんにちは、リュボンです。スパイハザードリベレーションズ2続きやっていきます。今回はあれ取ってこれで多分これ鍵かかってるな、うん、なのでOK 敵がいるときには小さな声でそこにいてねって言うみたい。Who's there? Keep it down. あ、来た来た来た。24発。寂しいよ。そろそろもうちょい上か。チケラどこだ。すごい嫌だねこの音。これバレるよ。バレやしに。なんだこの、おグリーンハーブやったー。使いまくったからな。市街の住民の手記。あの方の施設にいたっきり帰ってこない夫を迎えに行った。施設の人たちは私の不安を察してとても親切にしてくれた。感染防止のための注射を打ってくれたり、お守りだと言って腕輪でつけてくれた。こんな立派な施設を建ててくださるなんて、やっぱりあの方はこの島を救ってくれた素晴らしい救世主だ。一瞬でもあの方を疑ってしまった自分が恥ずかしい。気のせいか、さっきから頭がフラフラする。飛ばされた奥の部屋で夫と雇われることができた。でも困ったわ、首から下がないんだもの。これじゃ一緒に帰れないじゃない。さっきからお守りの腕輪がビービーとなって耳障り。早く夫の体を見つけて帰らない息子がお腹をすかせまってる。やべえな、その打たれた注射がもう完全にこの人。ちょっと待って、なんでついてこないの。 Stay there. Gotcha. Come with me. Coming. なるほど、これ危なかった。よかったね、こんなステージで気づいて。これはね、待っとけっつったら本当にあのキャラを入れ替えようとその場でずっと待ってるから、危険。ちょっと待ってな。向こうから正常。いや今何、ナタリー勝手に開けようとしたの。これは2階と。あ、行けちゃう。ちょっと待って、これはね。Just stay there. Okay. で、面白いのが、stay there って言った後は、あいつもその場で待ってると。お互いにその場を動かないっていう意味だな。ちょっと待って、これね、めっちゃ怖えよ、これ。見えねえんだもんだって。さすがにこれ大丈夫だろ。助けて。あいつ楽勝だな。わかんねえ。よし、こうしよう。こうしたらわかる。よし、いただき。いいね、今の作戦は。視点が変わらないからね。やったよー。 Just stay there. Follow me. 嘘嘘嘘嘘。で、なんでレッドハブ取れないの。なんで取れないの、レッドハブ。
あ、取れた。ボタンねえ、今びっくりしたわ。いやもう本当に切れる1秒前だって今。バグかよっつって、やった、オッケー。ちょっとは楽になったなこれ。ハンドガン、回収は楽になったからな。できれば銃使いたくないんだが。聞こえてないみたいな。なんかサッカーなんかあるな。ああ石か。新しい石に持ち帰る。ふん、まあこんなもんか。よし、じゃあ次に行こう。次の階は、あ、でもここ開けてねえな。耳がおかしくなりそう。アルコール、そんだけ持っとくれよ。俺みたいに下手な人もいるんだよ。よし、2発で死ぬ場合もあるぞ。静かになったな。よし、しばらくはいない。オッケーオッケーオッケー。もうサクサク行こう。アサルトライフ、よしよしよし。お、まずこれもいっぱいになったし、何とにかくこのハンドガンがね。おい、誰か何か言えよ。開けんの？あ、蹴破ればいいのに。ヘリ、あああいつだよ。え、ってことはボスいるんじゃねえの。これ確か、あれ壊せなかったっけ。One hell of a parking job. Oh, I'm in this one. Huh. 集まってくんじゃねえの。人間だーっつって。ご飯だご飯だ。ちょっとしばらくは進んできたので、ちょっと位置を。サーチだけ。よし、うわ、やだなこの綺麗な。うわっ、ちょっと待って。これは、あ、ダメだこれ。あ、っていうか分かった、腕だ。うおし、痛い。ありがとう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 。よし、
やべ、逃げんぞ。つうかね、弾が足んねえ。どうなってる？あ、見失ってんの。おい、いって上行くか。むずいね、なかなか。おお、やべ、早速弾が尽きた。いや、尽きてやない。アサルトゲット。マジっすか。おお、そんな好きだらけは。なかなかいいじゃん。OK。モンスターズカミング。やべ。マジで。うおっ。なんなんだよこの攻撃力は。あー、出血か。見えねえ。よし、無理これ。モンスター分かってるよ。石投げてくれてんだ、ありがとう。うわ怖え。あー、これきつい。よし、何に、てか揺れすぎじゃねえ。マジか、痛い。無理、死んじゃうかも。死んだ、くっそー、マジ無理だよ。どこ、ここ、ただ一応攻略法分かったっちゃ分かったんで、頑張るか。ここまで。おお、早っ。これがね、避けらんねえんだよ。お、え、ちょっとしつこくね。マジで。でも初めてあんな
これ結構あれハメになっちゃってない大丈夫よしダメージ与えられてんのかうおちょ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 いきなりまともになんなよさ今机ではめちゃったけどそれでも強いからなドリル分かってたよもらえるの、well, more ねはめてもあの体力アサルト24発まったくこれもドリルで壊すのあ、別に何を使うってわけじゃないのかな。とりあえず。すげえ強えよ、あいつ。発症者の慣れの果て。どんぐらい経ったかわかんないけど、モイラたちがね、SOS を送ってから。わからんけど、結構持つみたいね。時間かかるね。オッケー。あれ？ちょっと。Just stay there. Follow me. Right. あ、いた。びっくりした。声ちきいからびっくりした。本当に。はい。オッケー。うん。なるほどね。ちょうどあそこの下に出てるわけだ。ライフ。This guy's got the same exact bracelet as you. Moira had one too. Like sisters. Sisters? What kind of messed up experiment was this? かわいそうに。ちょっと待って、今何の武器を？ハンドガン。まあいいか。そこも入れたよな。He and Moira got separated here. The nice guy came and got me. Nice guy? Nice guy? 誰だったっけ？ The one from Terra Safe who rescued me. I wonder if Moira made it to the tower. She made it. Come on, let's see what we can find.あれは？これ違うか。違う。運べもしない。ちょっとね、入る前に、本当に今物資不足なので、ちょっと探す。奥まで行ったら豚とか出てくるとか、本当やめてね。そういう意地悪な仕掛けはいらない。オッケー、ない。よし。さて、こっからはあんま覚えてねえけど。This place has changed. Yeah, pretty creepy, huh? Ua. Natalie. 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 Natalie.
ナタリーをえらい恨んでるな。まあ、おそらくさっきから、ちょっと待って。まあ、さっきから、チラチラ見に来てるやつだと思うけど。ここじゃない？おい、もうちょっとやったか。ここ。おい、オッケー。十分。結構外れてても開けばいいのよ。開けばよかろうなのだ。さて、ちょっと不気味だが、読んでみるか。臨床実験記録。2010年1月24日。試験ウイルス T フォボスは完成まであと一歩。先の改良によって T ウイルスの持つ致死性は抑制され、精神的な強い負荷によって発症する仕組みは見事に実現された。また、実験台の抗体率も 2% 以下と目標値を達成している。我々に与えられた時間はあと少し。本番は近い。ミスはもう許されないのだよ。ってことが書いてあった。父への、あ、これ読めねえ。哀れなる我が父よ。新世界の秩序を自ら創造する望みも、老いと病には逆れなかった。すべてを手にしたあなたを裏切った命に捧げる。読めねえな。祝辞の、限りを注いだ息子の手で。忘却の上と葬り去られた哀れなる我が父よ。ここに誓いましょう。不尊なるあなたの娘めが、あなたの強大な力と莫大な富を、あなたが忘却した無の底より手を伸ばしもらい受け、新世界の秩序は永劫の不滅の命を必ずや掴んでみせましょう。この先あなたの霊が救われることなく、憤怒の歯ぎしりが永遠の無で響くこと。なんか中二病こじらせたみたいなね、書き方だけど。やだな、またボスいんのこれ。イベントで終わってくれよ、本当に。俺はもうね、バイオハザードに関してはね、ボスは1日1回ってもう、なんか、体がそういうね、反応を示してるからね、受け付けないんだよ、1匹目以外は。気持ち悪いなぁ、もう。アリス、うわ、ここ戦いやすいなぁ、この広さ。ていうかもう弾持ってないから、俺。勝てねえよ。詰んだよ、これ。She's so scary. I can't stand her. Who? The woman here with Wesker? That is Wesker. Huh? Alex Wesker. Two Weskers? You gotta be shitting me. Nani? So you finally came. I knew you would. Nani? Natalia. Revelations 2. 終わった。よかった。いや、もうギリギリだったもん。This is Moira's.
まああれだな、予告編なんて見てもあれだわ。とりあえず次回はまたモイラと。モイラがさっきから狙われまくっとんな。はい、まあね、多分そういう感じのストーリーがあると思います。あのね、俺今 Steam 版でプレイしてて、で Steam 版ってちょっと面白くてね、あのエピソードが全部で4つかなあんだけど、それがこう800円ごとに分かれてんの。で今多分こんな風に終わったって感じなのも、あのその2回目の分のものが終わったから多分こういうエンディングが出てるんだよね。で次のチャプターやりたかったら、また買ってねみたいな、ちょっとね変わってる。だからストーリー完結してないんだよ。で重量課金だから多分まあ全部合わせたら4200円約、あのドルだからね。であドルじゃねえか、まあいいや、だからさ4200円だから、まあまあ1本分のゲームになる。まあつまんなきゃ途中で買うのやめればいいしみたいな、ちょっと面白いねスタイルなんだよね。はい、というわけでね、今回は、これでおしまいにします。はい、またね、多分また時間ちょっと空くかもしれないな。あの今ホラーゲーム別のもやっててね、そっちの方がちょっと面白いな。はい、というわけでね、ちょっとまあ次回時間空くかもしれませんが、今回最後までご視聴ありがとうございました。またな。